私たちは諦めない。あなたの証言を聞かせてくれる？実は見ちゃったんだよ。ナエビさんが死体発見アナウンスを少し前に。あの部屋から一人で出てきたところをさ。この嘘は真実に。あのね、私はこの学園で目が覚めてから死体発見アナウンスを聞くまでナエビさんとずっと一緒に行動してたんだ。だから大間くんが見たのはナエビさんじゃないよ。ふーん、赤松ちゃんは真実より苗木さんを守る嘘を選ぶんだ。大間くんの証言に何か証拠はあるの？ふーん、あるわけないよ。これが苗木さんを見たっていうのは嘘だからね。おい、てめえ、ふざけてんのか？みんなの命がかかっている場面で嘘の証言をするのは感心しないわね。苗木さんに喋ってほしくてちょっと釜をかけてみただけだよ。あ？なんでそんな回りくどいことする必要があんだよ。だって苗木さんが事件前後にどこにいたのかはっきりしていないよね。ああ、本気で疑われたら苗木さんも口を開いてくれると思ったんだけどな。まあ、見えすいた嘘に見えすいた嘘で返すのもどうかと思うけど。そうだ、俺様が死体発見アナウンスを聞いててめえらの部屋に行った時、バカ松は一人で、シナビキはいなかったじゃねえか。死体発見アナウンスを聞くまで一緒だったなら、それからバラバラになるのは変だよね。おかしいなぁ、なんでかなぁ。楓は答えられる？苗木さんを助けたかった。その思いは美しいものだけれど、赤松さん、君の嘘は誰かを守るにはあまりにもろく儚いものだったよ。ごめん。赤松さん、嘘をついたの？気づいてなかったんだね。赤松さん、僕を信じようとしてくれてありがとう。つうか、大間の嘘に振り回されただけで結局何も分からねえままじゃねえか。成功してる間にも残された時間は刻一刻と短くなっていくわね。え、裁判に時間制限なんてあったっけ？そりゃあるやろ。議論を続けて時間稼ぎなんてグダグダ展開、誰も望んでおらへんからな。そうなったら貴様らをぐっちゃぐちゃにして地獄っぽい光景でごまかすけどな。これまでに分かったのは、凶器である包丁を持ち出したのは葉隠さんで、彼は赤松さんたちの部屋で犯人と争い凶器を奪われて殺害されたということね。容疑者は全然絞れてないけど、特に怪しいのは赤松たち3人。それは変わらないよ。あー、めんどいの。赤松、もう自白してはどうじゃ。自白することなんてないよ。面倒だからって終わらせようとしないで。主は言いました、楓が犯人。もうそんな流れでどうかと。
こんな形で終わっちゃダメだ。それじゃ誰も満足しないよ。だから、日向君。そうだな。ここは俺に任せてくれ。みんな聞いてくれ。さっきも言った通り、赤松は犯人じゃないんだ。何か赤松さんの容疑を晴らせるような証拠が？また男子が嘘をつこうとしているなら、天狗が承知しませんよ。いや、嘘じゃない。確実な証拠があるんだ。現場になったあの部屋にはあるものが落ちていた。そうだよな。あなたが言っているのはあれのことかしら。確かに落ちていたけれど、それがどうしたの？それともう一つ重要なことがある。赤松、お前は気づいてるんじゃないか。あの殺人現場に違和感があったことにな。俺たちの部屋に落ちていたもの、そしてある大きな違和感、それらを合わせることで見えてくる事実があるんだ。あ、それってもしかして。ちょっと待って、そこまでだよ。それ以上はさせないよ。だってこれって体験版なんだから。プープー、お前らのご入学を心よりお待ちしてますよ。ねえ、僕たちの演技どうだったかな。プープー、悪くなかったと思うよ。最後、もうちょっとありそうでないという無意味な引きもね。最後にうまく盛り上げられるかちょっとヒヤッとしたけどな。なんとか無事に終われたし、今日のところはこれで解散だな。バイナラ。みんな、お疲れ様。ああ、お疲れ。またな。おい、待ってくれって。アホか。あ、お知らせです。素敵だわ。Hell yeah!